クリシュナラージャ3世は、南インドのカルナータカ地方、マイソール藩王国の君主、ムンマディクリシュナラージャとも呼ばれる。1794年7月14日、マイソール王、チャーマラージャ9世の息子として生まれた。1799年5月4日、マイソール王、ティプースルターンが第4次マイソール戦争で死亡した。後、イギリスは、 マイソールするターン朝の廃絶を決め、ヒンドゥーのオデア朝の復活を決定した。こうして、6月30日に彼は、マイソールにおいて、即意式を挙げ、王位を継承した。また、戦後に、マイソールの領土は、イギリスとマラウター王国、ニザームハン王国に割上され、その領土はほぼ半分になった。その上、7月8日には、イギリスとの間に、 軍事保護条約が締結され、マイソール王国は、反王国となった。それは必要に応じて、イギリスが内政権を、説をサムすることができるという、非常に従属性の強いものであった。クリシュナラージャ3世は幼かったため、故クリシュナラージャ2世の日、ラクシミイアンマンニデービーが、その摂政となり、1811年12月23日に、彼女が死ぬまでそれは続いた。 1831年10月3日、イギリスはマイソール藩王国内で農民反乱が起きたことを理由に、これを統治便乱として内政権を摂収し、その領土は事実上イギリスの管理下に置かれた。その後はずっとイギリスが任命するコミッショナーがバンガロールを行政中心地として統治し続けた。1868年3月27日、 クリシュナ・ラージャ3世は死亡し、孫で養子のチャーマ・ラージャ10世が半王位を継承したが、イギリスは内政権を返還することはなかった。枚数は4枚数は四、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P44 枚数は四、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド、年表、P44、カラシマ、 世界歴史体系南アジア資産、南インド、P276 枚数は4枚数は4。ありがとうございます。